お疲れ様です、コロナウイルスでオープンキャンパスが開催できないということで、今から中国料理担当の川西先生のところに行きたいと思います。お疲れ様です。今から川西先生のところに中華を作りに行くよ。長崎屋さんですね。じゃあ、ここから一緒に踏み出そう。滝田が踏み。それでは本日は川西先生よろしくお願いします。はい、今日はチャーハンと酢豚を、作りますのでよろしくお願いします。わかんないぐらいですね。このぐらい塩入れます。で、あと胡椒少々入れて、鶏ガラスープの素を入れます。じゃあ大さじ1ぐらい。で、溶けづらいんでちょっとお湯を入れて、溶かしていきます。で、ここでまた火を入れます。これでね、味がもう、まんべんなく、ご飯一粒一粒についてますので、ここで、ちょっとシャキシャキしたレタスを醤油を小さじ1ぐらいですね。鍋肌に沿って入れます。もう醤油入れたらすぐに煽ってもう揚げていきます。醤油の香りがね飛んでいきますんで、醤油入れたらすぐに揚げる感じです。はいはい、チャーハン出来上がりました。はい、完成です。お疲れ様です。早速できたチャーハンを食べたいと思います。うん、パラパラでうまい。先生うまいです。
ありがとうございます。はい、続いてですね、酢豚を、作りたいと思います。よく見てください。僕を。いいですか。はい、酢豚の、タレ、甘酢あんを作ります。とりあえず、ケチャップを、50g 入れます。塩を小さじ2分の1入れます。砂糖大さじ5、水を大さじ5、酢を大さじ4入れます。あとはですね、これを混ぜていただいて、酢が入っているんでね、砂糖も塩も、よくしっかり溶けると思うんで、ここでちゃんと、本日はね、豚の肩ロースを、使います。肩ロースを、ね、一口大ぐらいに、口に入るぐらいの大きさになるべく小さめに切ってあげましょう。こちらはね、今ねちょっと、ね、下味もう入れてるんですけど、この下味知りたい方は専門学校に、来ていただければちゃんと教えます。こちら卵と片栗を溶いたものですね。ちょっとこうドローっとした感じです。これを先ほどのお肉に絡めていきます。卵の溶いたのを、絡めることによって、食べるときにクリスピーな感じのサクサク感が生まれます。でこちらを絡めた中に片栗粉つけます。形にちょっとね、丸く形を作っていきましょう。こちらをですね、後で油を180度ぐらいにして、大体この大きさですと、4分ぐらいで180度でちょうど揚がると思います。とりあえず僕の左手と右手を眺めてください。お肉をですね、油で揚げていきます。大体今180度ぐらいなんで、ちょっとこういう感じで丸めてあげて入れていきます。豚の肩ロースも筋がね、いっぱい入ってるんで、筋を1本ずつ全部取り裂いてあげると、肉の塊みたいな食感がしないんですよね。すごいとろけるような硬さになっていると思います。こちら玉ねぎと、ピーマンを
準備してます。これも一緒に、揚げていきます。こちらにですね、油をなるべく鍋に残っている油を、取ってあげて、先ほど作った、甘酢を入れます。甘酢入れたらですね、ここで一回甘酢をちょっと軽く固めちゃいます。炒める前に、お肉を入れると、お肉がね、せっかくカリッと揚げたのに、水分吸ってしまいますので、ここである程度このぐらい固めてあげると、あとは絡めるだけです。絡めたら、ごま油、あとこちらネギ油、香り付けをつけます。これ出来上がりですね。じゃあ皿に盛ります。先にね、肉を入れて、その上に、玉ねぎとピーマンを散らして彩りをよく見せましょう。はい、これで出来上がりです。はい、酢豚の出来上がりです。どうぞお食べください。それでは早速酢豚を試食してみたいと思います。お肉サクサクで美味しい。美味しい酢豚。川合先生、美味しいです。ありがとうございます。新しい自分と巡り合うために、ここから一緒に踏み出そう。どうも、滝田2年生を卒業した瀬戸です。今は、修行のためこの長崎屋で修行させていただいてます。ですね、いつも働いてですね、料理長が面白いことを言ったり、料理食べさせてくれたり、魅力の多い厨房なんで、そんなね、先生がいる滝田の学校もいいところなんで、皆さん来てください。ありがとうございました。川合先生、今日は本当にありがとうございました。はい、また今度は学校に来て勉強してください。皆さんお待ちしてます。ここから一緒に踏み出そう。 I'm gonna go to the